いテーマ探索をしていったときにです、ね、このサイモントン療法というのに出会ったと。このサイモントン療法、この人がサイモントン博士で、えー、と放射線からのお医者さんだったと。れで放射線を手でがんを治すという,ふうなことをしていたんですがこの人のですね、奥さんが死に療法をやる人で、で、この旦那さんにですね、えー、こうん心の内によって我々はです、ね、がんが良くなったり悪くなったりするんだというのをですね、えー、伝えたと。 そうしたところですね、このサイモン・タンガセがそうかと。それじゃあ、がん細胞をやっつけて喜んでるイメージをしまったらきっとがんが治るんじゃないかというふうなことでですね、この、が、え、ん、ー、細胞をやっつけて喜ぶ、がん細胞をやっつけて喜ぶという、そういうふうなです、ね、ことをやったと。で、これって、あの、なんか、えー、っと、 ただ単なる思いつけてでで、ね、それをやったとっいうんじゃなくて、サイコンオンコロジーという精神腫瘍学という、だから心と腫瘍、がんとの間には関係があるんですよと、そのようなですね学問がですねこの頃、えー、始まったような感じの時期だったんで、それをですね応用して、えー、このやっつけて喜んでいる、そういったイメージをすると、が、え、ん、ー、が治るんじゃないかと。まあ、日本でも、えー、この 落語を聞いたりとかですね、漫才を見、えー、たりなんかした後、その後のですね、えー、免許力を測ってみるとですね、そっちの方が免許力が高くなっているというそういうふうな研究もですね、実際あるわけですね。ですから喜んだり笑ったりとかすることによってですが、ね、んが良くなったがん細胞をやっつけることができるというふうなことがですね、えー、昔からですね、なんかそんなことは知られていたんですけどもそれがまだ学問として成り立ってなかったと。 でですから学問としても成れ立ってなかったんで、がんの自然退職、えー、医学を使わなくても自然にです、ね、治るという、これ一体どういうことなんだろうというので、ですね、多くの方が興味を持っていたと。で、えー、とそれでこの,そのこのサイモントン博士がですね、それについて、えー、一生懸命研究してですね、で一番最初に、えー、そのサイモントン療法を施した人が、喉の癌のえっ、ー、と。喉の癌でですね、 そしてえ、唾を飲み込むのもやっとということで、もうこれ以上、西洋医学の力を使っても、このがんは良くなりませんよというふうな感じでですね、言われていた、そのがんの患者に、ですね、このサイモントン療法というのを施したと。そうしたところですね、この末期がんだったにもかかわらず、2ヶ月間、このサイモントン療法を続けたところですね、あのがんが治ってしまったと。でがんだけでなく、えー、この人は、えー、関節炎とか、インポテンツとか、そのような病気も、えー このがん患者さんはですね、患っていたんですがそれもですね、治ってしまったということで,でこのサイモントン療法を施した第1号の患者さんがですね、非常に良い効果を、えー、良い結果を得たのでですね、それ以外にもいろんながん患者さんに対してですね、このサイモントン療法を施していったとそうしたところをどんどん治っていったとっいうのをまとめたのがこのがんのセルフコントロールというものなんで,す、ね、ですから皆さんもこれを自、えー、得していただくといいと思うんですがでこのがんのセルフコントロール この本が出たので、このサイモントン博士のですね、業績が全世界的に知れ渡るようになったと。で、えーと、日本のですね、お医者さんも、これに、こういったものに関してですね、敏感に反応した方がいらっしゃいまして、で、その人たちが仲間を作って、ですね、NHK に今、こんなすごいことが起きてるんですよとかっていうのを、ですね、NHK の人に言ったところ、ですね、NHK でですね、サイモントン療法の特集が組まれたと。 でその特集を見ていた私がですね、これこそがソニーのソローションが言うところの病気にはないカーかを越し合うこるの研究にぴったりだというふうなことで、この、えー、研究をソニーでもしようということになったわけですね。で、この話をソニーの中央研究所というところがありましてですね、えー、とソニーの、えー、頭脳の中,その中枢の,あの思いっきり真ん中という、そういうふうなところのですね所長にですね話したところ、そういった研究をするんだったら山崎君と。 もっと医学的な本格的な研究をしなさいという感じて、ね、言われましてソニーだけだとこの本格的なですね医学的研究というのはですね行えないのでどこか共同研究をしてくれる先はないだろうかというのでですね見つけていったんですねえとこの日本でですねこのがんの自然退職このがんの自然退職は先ほどのサイコンオンコロジーというところからですね精神神経免疫学というようなところに今度はこういった学問もできてきましてですね これで、えー、と研究をしているです、ね、お医者さんが、えー、いらっしゃいまして、その方々に手紙を書いて、ですね、ソニーでがんの自然体質の研究をするんですと、共同研究していただけないでしょうかというので,で、すね、手紙を書いて会いに行って、ですね、いろいろ話をしていったところ、えー、なんと東京の小平にあります、国立精神神経センターの免疫研究部のお医者さんが快諾してくれたと、でそこでそこと共同研究ができるようになったと。 でそこでですね動物実験をして学科発表ということになったわけなんですけれども、でこのがんの自然退縮、どのようなメカニズムでがん、えー、が治るんでしょうかという,ふうなことなんですが、えー、と我々の脳の中に快楽中枢というところがありまして、ご飯を食べておいしいなと思ったりとか、人から褒められて嬉しいなとか、ですが、ね、んをやっつけて嬉しいなとか、そのようなですね嬉しいなというふうに、えー、思うと、ですねこの快楽中枢というところがですね興奮しまして、ここから いろんな脳内伝達物質を出すわけですよね。で、これによってですね、これが免疫系に作用しまして、免疫力が上がると。そうすると、がんが治るとか、インフルエンザが治るとか、ですから今、入りのコロナも良くなるとかですね、それから HIV とか結核とか、こういったあの免疫系が頑張るとですね、うまくいくような、そういった病気をですね、どんどん治すことができるわけなんですね。ですから、えー、今ですね、えー、コロナのですね、 外出コロナによる外出,外出自粛がだいぶ緩和されてきましたけれども多くの人が催眠や瞑想を行うとですねその第2波、第3波をです、ね、あまりひど、あのー、くすることなく、えー、抑え込むことができたりとかあるいは、えー、コロナにかかりにくくなったりとかですねあるいはコロナにかかったとしても悪化の度合いが低くなってですね早く元気になれるとかそういったことがですね起きてしまいますので。 えー、今日ですね、えー、このやり方を知ったら、ですね一生懸命皆さんもそれにチャレンジしていただくと嬉しいと思います。でそれで実際にどんな実験を行ったかというと、マウスを用いましてです、ね、マウスの頭に電極を刺しまして、えー、皮膚にがん細胞をつけとくること、これで電気刺激あり、これは人為的に快適な状態にすると、そして、えー、とビンゴの方は比較のためにですねこれ同じようなことをするんだけども、電気刺激しないという話です。 で、えー、このようにですね、えー、と動物実験を行ったとしたらどうなったかというと、えー、この電気刺激ありの方はですね、えー、一番最初はですね、皮膚に植え付けてといたがん細胞これをですね、培養しましてで、えーと、この白血球とですを、ねえー、培養しましてで、混ぜてあげますとがん細胞が壊れるということが分かった。 そしてまた、3位がん細胞を壊すのが白血球なんで白血球の状態がどうなっているんだろうかというのをです、ね、確認してみますとですね、電気刺激ありの方は白血球が活性化しているということが分かったんですけど、こっちの方は変化なしということでですから、えー、と脳にの快楽中枢に電極を刺して電気刺激をして人為的に快楽な状態を作ってあげると白血球が活性化するのでがん細胞が壊れるんだというふうなことを医学的に証明をしたということになったんですね。ですから、 このサイモントン博士のですね、えー、この実際に人が治っただけどさまざまな、えー、治ったその中にはさまざまな要因があるよねと本当にこの快楽な状態にすると治るのというふうな、えー、疑問がですねきちっと快楽な状態を作ってあげればこのように白血球が活性化してがんが治るんだというのをですねもう本当にあの見事にですね、えー、確認をしたということでですから、えー、快楽な状態にしてですね えー、上げると免疫力が上がるというふうなことがこのところで分かったわけですよねで。それで、さまざまなですね、えー、ネズミですと脳に電極を刺すというふうなことも許されるわけですけれども、なかなか人間の場合、ですが、ね、んになりましたら頭に電極を刺しましょうというのを受けられないとということは、えー、もっといい方法がないだろうかと。で実際にですね、ソニーでもソニー社員を集めまして、えー イメージトレーニングとかっていうのを行ったんですけれどもそれによって上手に快楽な状態を作るっていうのはなかなか難しかったとですからイメージトレーニングよりももっと良い方法はないだろうかっていうのでですね えー、試していったんですが最終的に催眠という方法がうまくいくというようなことが分かりましてでその催眠というふうなものを研究していった時にですね瞑想というふうなものを入ってきましてでこ,のこの方法を試してみるとこっちも非常にうまくいくということで、えー、この催眠と瞑想を使ってですね、えー、快楽な状態を作ろうというふうなことをしていったんですけどもさらにですねこのヒーリングというものもですね見つけちゃいまして でこのヒーリングとかって言うと手かざし治療とかっていうのですね思い出したなんかする人も多いと思うんですけどもさすがにこの手かざし治療というのは、えー、の研究するのはまだ時期尚早々じゃないかというふうに、えー、思っていたんですがところが、えー、と 電子技術総合研究所、日本で一番大きい研究所なんですけれども、今は産業技術総合研究所というふうに名前を変えているんですが、この日本で一番大きい研究所ということなので,です、ね、いろんな研究をしている研究員の人がいたと、でその中で気の研究をしている人がいましてです、ね、気には電車的な側面があるという、そういったものをです、ねえー、学会で発表したと。そうかと。木っというのは電波だったんだと。 で私も電池は得意でしてですね、ソニーも電池は得意なんで、科学的な研究が可能だろうというので、ヒーリングの研究もしようということになったわけですね。ですから、催眠と瞑想とヒーリング。結局、このものをですね、さらに突き進めていくとですね、この3つはですね、その潜在意識というふうなものを使ってですね、えー、潜在意識というものを使ってというよりも、 先ほどのの膜という,ふうな潜在意識扉それをですね開いていってそしてそこで、えー、この、えー、さまざまな意識状態を作ってあげるとこういったものが成立するんだということでこの催眠も瞑想もヒーリングもです、ね、仲間ということになったわけですね。でこのヒーリングというの,の時に使う木というふうなものは電車だけすう,うなものがあるというふうなことでですね えーえーえー、行ったところ、ですねある時長野県の延山というところをです、ね、ドライブをしているときにです、ね、この延山宇宙電波観測所の近くを通ったと、でこの最初から宇宙電波観測所というふうなものを意識していればです、ねえーこの、そこのところの様子も調べていたんですけども、ドライブをしているときに、いきなりですねこのこういったものがです、ね、でソフィーたというのが遠くの方から見えたと。 この4 5メートルの電波望遠鏡というのは何が4 5メートルかというとですね、この直径が4 5メートルなんですねもう少しで5 0メートル走ができてしまうほどの大きなパラボラアンテナがですね、建造されているとそれもですね、この延山というのは JR のですね、駅国鉄の駅の、えー、とそ日本で一番標高の高いところにある駅というのでですから宇宙に一番近い場所なんですねだからそんな山奥にですね こんな建造物があるって一体何なんだろうみたいな感じですねなるわけなんですけどもこんなところで行ってみたところですねなんとここに行ってみるとこのノビアム宇宙電波観測庁見学コースっていうのがありましてですねでこういった電波望遠鏡等のパラボナントランはここにはたくさんあるんですけどもそれがどのような働きをしているのかっていうのを来場者が分かるようなこんな実験装置も置いてあったと。 でこれは実際にこの電波をですね受けることができて、さまざまな方向にこのパラバナアンテナの向きを変えて、ですねで電波がやってくるとこのメーターが触れるとで。このコントローラーのこれ、コントローラーのこのレバーを操作するとさまざまな方向を向けることができるとで。これがその説明なんですけども、でントローにですね、パラバナアンテナで宇宙からの電波を捉えようと書いてあるわけですね。普通このパラバナアンテナっていうのはですね衛星放送。 というの,とのようにです、ね、人工衛星からの電波を捉えるとかっていうのの役割をするのがこのパラパラアンテナですね。ところがこのパラパラアンテナ、実はですね、この,、えー、とこの太陽とか、その天体からも電波が出てると、この電波を捉えることができるという、これがですね、えー、なってるわけですね。ほんで一番最初はですね、このパラパラアンテナの,の,のコントローラーをです、ね、操作して、 太陽に向けてくださいっていうことがこのところに書いてあったんでですね実際にやってみると太陽に向けてみると目と上がれると太陽から電波が出てるっていうことが分かりましてでこれで、うん、終わったらですね野目山宇宙電波観測所あのこれはそ,のそういった天体からの、えー、電波を、えー、とバラバラないのところに捉えてそれで、えー、天体観測をするんだなって終わってしまったわけなんですがところがこのところでですね このパラバランっていうのを人に向けてくださいって書いてあるんですね。あのこのようにですね、私の体か,ら体からも電波が出てんだってみたいな感じでここに書いてあるんですけども、で向けてみるとですね、目が覚めると、え太陽から来ている電波と同じような電波が人間の体から出ていると、これが気だっていうようなことがですね、先ほどのこのですね、ところから分かったわけですね。ででそれで このですね電波をこのメーターに入れてあげると電波が来たかどうかしかわかんないんですけども小じに周波数縦軸にその強さこういった状態がわかるような装置に入れてありますですねこの気の出し方によってこの波形がいろいろ違ってくるとさまざまな波形を含んだ 電波を出すのが得意なです、ね、通信方式がスマホ等に使われているスペクトラム拡散通信方式という通信方式なんですねで。実は私が大学の頃、スペクトラム拡散通信方式の研究をしていたんですよ。だからこの偶然といえばすごい偶然が重なっているわけなんですけども、それで電波の出し方がわかるということですねで。それなんでイブカマサルシの夢がですね、えー、脈波を測って 解析をしてですねどんな病気か診断するという自動診断だったんですがそれを一歩進めてですねその病気を治すような気のエネルギー電車を出してあげればですねいつも元気とこんなことができてしまう携帯型自動治療機とこういったものの、ね、研究こういうすね入っていったわけなんですよねでこの当時ですねソニーの技術としてこのくらいの大きさの入れ物の中にですね PC さんの電話機を入れるというふうなことができていた頃だったんですけれども、これは Apple Watch でですね、ソニーの,電話あの時計とは違うんですけれども、大、う、体、ん、大きさの目安というような感じですね。それで、えー、あなたをより知るために独自の心拍センサーを組み込みましたと。これが Apple Watch の、えー、ある宣伝文句の一つなわけなんですが、これが心拍センサーですね。ですから、この心拍センサーはこっちに、えー、だとですね、脈が測れないので、こっち側にこ,のこれをくっつけると。 そして、ここはですね、圧力を、脈波を測るための圧力をかけるようなところにして、で、ここで脈波を捉えたら、この中に入っているコンピューターぐらいだと、えー、と病気診断というところまではなかなかいかないので、これを PHS の電波を使って中央に送ってあげると。そして、そこで解析をして、どんな電波を出せばいいかっていうのを、こっちにですね、また戻して、ここからそれに見合った電波を出してあげればですね、病気にならな過どう起こしちゃるために。 できちゃうということになっちゃうわけですね。このようなですね、非常にあの、もう革命的な、えー、研究を行っていたわけなんですが、